サービスサービス。エッチすぎないかな。歌えよ。全然できてないから。チンカウントさあ、ということでガンドロフさん話聞けないから分かんないな、これ料理をちょっとガンドロフさんにしていただこうと思いまして料理を、はい、普通に困ってる料理とかそうですね、したことないですもんねうわぁエンジンは元気じゃないですよね、さすがに麻婆豆腐という聞こえてますかそう聞こえてますかチンコマ油泥何ですか、何でもないんだよそうですね、ゆっくりと、はい、優しくねあの、仮面に入ってカチンって落としてやないうわほぼ筋肉じゃないちょっとが、でも筋肉だからカチって落としたんだ今。いつまでライフが聞こえてましたよ。開かない。開かない。え？そうアピールじゃなくて下アピールのやつ。筋肉なんだって。粉チーズで同じの見た。向こう行ってる。タイミングしてなくて。手前のデカ鍋がマジで邪魔なんだよ。その、なんでこのサイズで味噌汁作るんだよ。昨日作った味噌汁。へえ。ふかた。キヌドロフ。キヌドロフ。キヌドロフ。モメンドロフ。やるかやっぱり。あなたガノン豆腐じゃないでしょ。ガノン豆腐。マーボードロフ。全部逆で。ドロフ。そうそう、あなたがガノンドロフ。あ、ドロフ豆腐。めっちゃバカじゃんこいつ。サハラ砂漠みたいな。どっちも同じ意味みたいな。だから危ないよ危ないよ自分の手ですからね。また中山筋肉出てますね。あドロフ豆腐。これがまさしくじゃない。これがまさしくドロフ豆腐。いやそんなことはない。えサハラ砂漠。えずおお。最後の最後で。え、サハラ砂漠。違う違う。関係ないじゃん。この画角ずーっと後ろのその地毛の黒髪映ってますけど大丈夫ですか。アマゾンの限界。千代の富士みたいに言うの。体力の限界みたいに。ねえ、いや。完成しましたってことでいいですね。ああ、良かったです。え、ちょ、山さん、え、お酒とか飲まれるんですか？うん。今回そのビールがメインじゃないんで。そう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 。ビールじゃなくて麻婆豆腐。ガノさん、ガノさん、はい、お願いします。気持ち悪い。ハハ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 
最悪の魔人剣。最悪本当に。おえはトゥレイズ。じゃあトゥレイズガロンドっぽい。じゃあまずは一億くらい。ああ、そうだよ。はい。じゃあ、ゼロ。ゼロ、ゼロ。で、次は100のくらい。1、1、1。100じゃないか。100じゃないか。10のくらい。何の気がしないよ。何の気がしないよ。うん、ゼロ。そうなんじゃないか。100じゃあ。すんで、すんな。急におとなしくなるの。どうも皆さん、エヴァンゲリオンでおなじみ綾波レイ、ごめんなさい。シンジ君、私お肉食べないの。お肉食べないの。イカリ君。イカリ君じゃないです。イカリ君じゃないです。サービス、サービス。やだな。サービス、サービス。やだな。めちゃくちゃやだな。やらんないな。大丈夫ですか。これが涙。何に泣いたんですか。泣いている、私。サービス、サービス。それやだ。それが嫌です。すごい。綾波さんに、韓国のチーズがちょっと取れましたけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫。私が死んでも代わりはいるもの。それちょっと聞いてるわけじゃないんですけど。私が死ん、え、な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 に。こうじゃなくて死ね。怖い、怖い、怖いな。すごい、そんな顔されたら。ごめんなさい、死んでく。私チーズラーメン食べないの。あ、チーズラーメン食べないですか。食べない。え、食べないですか。え、食べない。食べない。うん、イカリくんの匂い。あんなにチーズ臭かったですか。なんかイカリくんが筋トレした後の匂いです。イカリくんがもう二度と ASMR をしなくていいように。ずっとしてないから。逃げて2号機の人。逃げて2号機の人。あ、で、イカリくんの匂いすんだよな。じゃあイカリくんの臭いと思ってるんだ。好きじゃないんですか。じゃあイカリくんの匂いだったら好き。これが好きという気持ち。イカリくん。いっぱい取って逃げて視聴者の人。逃げて視聴者の人。言われなくても逃げます。サービス、サービス。私エヴァあんまり覚えてないの。覚えてない。ごめんでし、ごめんでし。ちくこういう時どんなリアクションをしたらいいかわからないの。なんて言ったら面白い。素直な感想をね、言っていただければ。素直でいいの。これがシンジ君の匂いのするラーメン。ごめんなさい、私どういう、どういう、なんて言ったら。ごめんごめんごめん。滑りそうだからって、なんか危なかったよね、今。危なかったよね。まあでも、私が滑っても代わりはいるもの。なんでか、ポカポカする。これが、エコ。え、違う。合ってます、合ってます、違うか。合ってます、合ってます、合ってます、合ってる。その序盤から肉食えないとかずっと言ってたんで、ベーコンはいけるのかなとかちょっと思っちゃって。え、ディフィールだよ。飛び道具じゃないっすよ。ちゃんと美味しそうに ASMR ですから、音も楽しんでもらえるように。最悪のタイミングのゲップだ。一番楽しくない音。美味しかったです。そういう感情で、何のサービスでもないですかそれ。美味しかったです。すごいまつげ。そんな、何。怖いとこ見せないでください。怖いとこ見せないでください。ボワボワする。なんで終わりたい。寒いんですか、ずっと。なんか終わりたい、ずっとそこなんかさすって。結構今日ギリギリの戦いをしてる。そんなはっきり言わないで、ギリギリでやってたんですね。メモは全部消費してました。撮影前の段階で思いついたことは全てにやり終わりました。早いな。そんなこと言ったってしょうがないじゃないですか。アンドミー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 バカ。はい、大サービス。最悪、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 最悪。特別なスープをあなたにあげる。終わった人なんだから。終わった人&KP。どちらもカメラ目線じゃないタイミングですけど、やめてもらっていい。ごめんなさい、俺たちだけの時間が。すいません。さあ、終わった人チャンネル登録者50万人ありがとうございます。終わった人
謝罪企画の前にですね、私 ADHD 発達障害でした。すいませんでした。謝らせちゃう方が悪い気がするけど大丈夫。健常者のふりをしてすいませんでした。すいませんでした。まあ ADHD なんじゃないかと彼女に言われ、まあ脳の病気の方にもう脳みその中に電波みたいに入ってるんだけど、人間って、うん、その見るっていう、おえぇ、検査すんのが1万7000円ぐらいかかるのよ。あ、結構するね。ちょっと待ってください先生って。問診でわからないとはいえ1万7000円で見て違ったらそれもったいなすぎるでしょって、はいはい、ちょっと渋ってたんだけど、先生は問診の段階でこいつほぼ確認を見せた方が早いかな。これが正常な人の脳みそなんですよ、はいはいはい、2位ぐらいの人が、まあ、全体的にそうで、黄色ぐらい、まあ、ひどい人はオレンジ、赤全然出るんですけども、はいはいはい、っていうお話をいただいて、僕のやつがこちらでした。でちなみにここが紫が出ました。先生の話によると、河村さんここマックスはここなんで、河村さんはここですって。次のページ行っちゃってる。地球の温度の表記みたいだもんな。スカウターぶっ壊れた。そうそうそう、ボンって。ボン、最初のザードね。であとなんかよくわかんないんですけど、ここがマイナス1なんですけど。先生、この結果出す時ちょっと笑っちゃってたもん。やっぱりね、理解が欲しいじゃないですか。まあ、発達障害らしいんで、はい、人間ではなんとか波とか脳波のね、電波がね、出てるんですよ、はい、人間が寝てる時に出しがちな脳波が、はいはい、俺ずっと寝てる。ずっと寝ぼけながら何かの物事をやってる。あ、そう、だから片付けもできないし、一つのことしかできない。確かに寝ながら片付けとかできない。できない、できない。なるほどね。後ろのさ、ペットボトルがさ、物語ずっと映ってるけどさ、もうなんかケイピーのこと考えちゃうともう何もできない。もう何もできないです。終わった人、50万人記念ADHD 記念企画。記念するな。アガサ ADHD 無職おじさん、ステーキを食べる。イエーイ。今回は掃除じゃなく、どんな気持ちか分かりますか。50万人突破したタイミングと自分が ADHD で発覚する意味が重なってる。人の気持ち考えたことあんのかよお前は。サボテンだ。なんすか。いや、もっと生きやすい社会にしてくれないと。いや、すごい言いにくよ、マジで。踏み合った。ん？二人だけの世界やめてもらう。お前は見ろよ、こっちの。いや、そうなの、俺も見るよ。お前は見ない。そうだよ。なんで今日こんないいの食べれるかわかる。お祝いなわけだし、そう。そう、なんでこいつのこと50万好きなんだよ。マジで50万人の匂いするわ。牛じゃなくなっちゃうからこのステーキは。あ、なんだ、ゴミが。あああああああ、一回ここ行こう。一回もかけ、一回もかけ。真下にあるからゴミ箱が。ゴッセです。絶対違うよ。詳しい人がコメント欄で書いてくれてるから。それ読めばいいよ。調べてこいってちゃんと。みんなすごい。うわそうやって開くんだ。缶見たらめっちゃびっくりすると思うよ。50万うちの子ってなってさ、開いたらさ、ADHD だった。もうおーよかった。アルコール入ってるっていうくらい飲みやすい。本当に入ってる。シャンメリーなんだよ。こんな盛大な。よく見たらプリキュアとか書いてある。このごちそう食べながら ADHD 小話を一つ。やっぱり歴史の授業とかめちゃくちゃ苦手だったね。覚えらんない。努力が足りないだけだとか言われてたけど、異常にみんな覚えてんなと思ってたの。逆になんか得意だった科目とか結構あるパターンとしては、文系なのにすごい数学が得意みたいな人が結構います。で、監査数学どうでした？まあ、50前後だったんだけど、数学だけ65あった。綺麗に。以上、終わった人50万人ADHD 発覚企画でした。ちなみに今考えてるのは ADHD 神経衰弱っていうのを考えてて、僕のマネージャー、他の YouTuber さん3人ぐらい、はいはいはい、
とそのそれぞれその方のマネージャーで、マネージャーがその札を全部用意してもらうんだけど、仕事が書いてあって、うん、で4人のうち誰かの仕事で多分誰かが忘れてるやつでそこで発覚する。マネージャーが困ってるやつね。そうそうそう、あなたがついてる YouTuber が ADHD で困ってるマネージャーさんって僕に言ってください。それもお前じゃなくてお前のマネージャーさん。確かに忘れちゃうからね。忘れちゃうから。終わった人ラインスタンプ好評発売中。え、松重豊か、松重豊かじゃない。腹が減った。そうだよな、松重豊か、松重豊かだよ。疲れた男にとって料理は戦争だ。どういうこと。どういうこと。味噌煮。味噌煮。そうだ、先日アマゾンで転売されてた味噌菌を購入したんだ。正規で買えよ、絶対金はあるから。アマゾンだったら1300円もしたするな。めちゃくちゃやられてんじゃん。するの。高くても心を癒してくれる高級ソープ状。いや絶対ダメでしょ、その例え。輝いて松重豊かだよ。松重豊か、そんなこと言わない。目が怖いんだよな。目が怖いって。疲れたと思えないぐらいパキパキなんだよな。でもホリエモンもうまいって。この5分という時間が実に惑わしい。持久走終わりのなんか給食が結構お腹空いてるから和が違うな。やめちまえ。やめちまえよ。Wii を立ち上げて早くソフトを始めるにしたいんだけど、あっとこう反応しなくて、あーっあーってなってる時間みたいだ。左斜めからブワーってなる時間ね。しかもよく見たらこの写真、ビートボックスをやっていた頃、まだヒカキンが音の出るゴミだって言われてたよ。めちゃくちゃネット民だこの人。本当に疲れた。え本当に疲れた。ちょっと松重さん、ちょっと松重さん、あれなんで裸なんだ。良くないんだ。これは美味しそうな匂い、俺の口の中がよだれ火力発電所だ。美味しそうな匂いだ。食えよ。俺の口の中がよだれ水力発電所だ。直してきた。直したな。口の中を襲うまろやかな感じ、まるで味噌だ。そのまんまじゃねえか。何ん？お前の顔だ。例えてみると嫌な感すんな。あの安いカップ麺のごっつ盛りみたいな。悲しいかな。一番伝わったわ。嫌な悲しいんだけど一番伝わっちゃったわ。手に持ったカップからチラチラヒカキンと目が合うのもいいな。嫌だろ。いいか。味の内閣総理大臣の面構え。東京ホテイソンみたいな。東京ホテイソンみたいな。味の内閣総理大臣の面構え。完全にそうだ。濃い味噌だ。そう書いてあるぞ。濃厚味噌って書いてあったろ。書いてあるから。まるでクリオネの尺。何の味なんだろう。味噌だ。味噌だ。やみつきになるな。ラーメンを使って洗脳をしてくれるラーメン界の最悪だよ。ダメダメダメ。そういえば今日2350円拾ったんだ。味噌菌が3杯食える。転売価格で飲んでるから。それだと定価なら7杯か食えるんだよ。味噌菌は俺の血となり肉となり、まるで血と肉だ。わけねえだろ。誰だ。誰誰。めちゃくちゃ怖いだよ。ちょっと見てたじゃん。あの時間何だったんだよ。見てた。何だったのか。うわ、最悪だね。音の出るゴミじゃん、こいつが。どうも、新しい海軍のリーダーズ、ボーン。違うよ。それでは歌わせていただきます。キザルブルー。
全部濃い。全部濃い。なんて。はーい。はーい。わかってる。欲しいんだよね。ピカピカのこの唇やわなを。男たち捕まえる息をの無ほどに早きざる。あ、そんな言葉ないよ。早きざるなんて言葉ないよ。わかってる、欲しいんだよね。ピカピカのこの力汗ばむ街一人歩くよ。みだらな女は反抗区。今死ぬの期待してるの。歌えよ。全然できてないじゃん。首のやつ下手。アイソレーションやれよ。首のやつ下手だな。あ、こっしゃ。ショーパブ感すごいな。わかってる。音ちっちゃかったな。じゃないね。いつかは公式に怒られる。資格あるの。生意気だよ。ボルサリーノ。ボルサリーノ。いやそうだろ。全員お前だろ。ボルサリーノ。二十だろ。ボルサリーノ。ひどいやこれ。自信になるとこだけは顔違うじゃん。化け物じみてて。生意気だよ。セルフで難関をすんだよ。ブルーエネルギー無線じゃなかったよ。コーラス最後のバーンってやつ。センキューという曲を明日発売しようと思うんだよね。マイフリーマのは集英社にとどまらなくなります。怒られるのが怖いねそれも怒られる可能性あるんだけどな。そっちが怖いから、うん、えはーいはーいはーいどういうこと。やるためにたんだなんでそこやろうと思えるのちゃんとなんかひどいな。白目に似てるもん。ブルーどんなサングラス。むせるの嫌だな音。センキュー。いやいやセンキューじゃないよ本当に。いやこれでもやっぱり、うん、販売できないかい。ダメですよ。決まってんだ。ダメなのかい。何か変わったんだよじゃない。いや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 。大将連れてきてくれない。大将。ひどいって。痛すぎる。アクセルホッパーみたいになってる。化け物を地味出てお前だよ。お前だよ。ブルーもう笑ってんじゃん。ここだけ生にすんのめっちゃムカつくしな。センキュー頼む発売させてくれ。ダメだよダメだよ。熱意でもないんだよ。回数やれば許されるじゃねえんだよ。まだ死ねうん、今日も一睡もできんかったの。ポッポがたくさんおるの。あ、ここで行く。ポッポとかあんないる。うん、今日は自由律俳句じゃったの。え、ルギア。なんじゃこれは。うん、わし知らんぞ。これは図鑑で確認せんとな。たんじゃ。うん、なんじゃこれは。見たことがないの。鼻水じゃ。これはディグダじゃ。あーまずい。たまたまじゃった。たまたま。うん、それじゃあ命をいただきます。これはイノムのお肉なんじゃ。うん、ありがとうイノム。命に感謝じゃ。ありがとう、イノム。いただきます。
はぁ、なんじゃこりゃ、ゴミじゃ。デストレスじゃ。おぉ、かすみちゃんが今日もエッチな写真をあげておるの。うん、リプでも送るか。かすみちゃん、おはよう。今日もエッチすぎないかな。かすみちゃんは夜も水タイプなのかな。おじさんは岩タイプになっちゃうぞ。うん、今日も大嫌いな七カマドにいたずら電話でもしてやるかの。もしもし、七カマド、ここで行くじゃ。七カマド、ご無事かえたら身をもった。うん、みんなもポケモンゲットじゃぞ。できるもんならな。あー、君は終わった人、僕の親愛なる友人。あー、君は終わった人、みんなの信頼なる仲間。